株式会社アシカガホールディングスは、アシカガ銀行などを参加に置いていた金融持ち株、会社。2016年10月1日に、常用銀行と経営統合し、株式会社目武きフィナンシャルグループに、称号変更した。2003年11月29日に、アシカガ銀行が破綻し、特別危機管理銀行となる。同行は2003年3月に子会社との、 株式移転で、アシギンフィナンシャルグループを自ら設立、上場させたが、同年12月1日に金融整理管財人である、預金保険機構が、アシギン FG 持ち株の同行株式100%を、強制的に取得したことで、資本関係を断ち、新経営陣のもとで不良債権処理など、経営再建を進めることになった。2006年11月に金融庁が、 足利銀行株式をスポンサーへ売却する方針である旨を発表。入札を経て、続賞、野村連合のコンソーシアムがスポンサーに選定され、それらの出資により2008年4月に足利銀行の受け皿となる金融持ち株会社として設立された。2008年7月1日、預金保険機構より足利銀行の株式を1200億円で譲り受け、 足利銀行は国有化を脱した。同時に、当社は委員会設置会社に移行した。出資者のキャピタルゲイン確保のため、長らく IPO を模索していたとされていたが、2013年7月31日に、東京証券取引所に上場申請を行った、ことが報道された。しかし、同年8月11日時点では当社を呼び、足利銀行は、 報道内容を一度は公式には否定していたものの、その後上場が承認され、12月19日上場した。2014年6月20日、オリックスが出資していた第二位株主であった、アシカガネクスト投資事業有限責任組合の契約期間が満了し、出資者に譲渡されたため、同社がアシカガ HD の第二位株主となった。 2015年10月26日夕方に NHK ニュース、日本経済新聞などが茨城県が地盤で地銀上位の常用銀行が足利ホールディングスと経営統合する旨を報道。同日夜の時点で経営統合の可能性について検討している旨を公表し、同年11月2日に株式交換による経営統合を正式発表した。 もともと2013年頃には経営統合による規模拡大を目指す東日本銀行と水面下で交渉を行っていたが条件などが定まらずに破断したことが後日は明らかとなる。東日本銀行は国有化時代の足銀、東取である池田賢人を排出した横浜銀行との統合によるコンコルディアフィナンシャルグループ発足を選択し関東においても 地銀統合の脅威が現実化した。この影響から、上洋銀行との交渉に入り、足利 HDO 株主のキャピタルゲイン確保などを、はじめとした、双方の利害が一致し、統合にこぎつけたとされている。なお、この上洋銀行との経営統合交渉が進むのと、時同じくして、埼玉県を地盤とする、埼玉リソナ銀行の、親法人であるリソナホールディングスからも、 経営統合の周波が送られていたが、足利ホールディングス側は、これには応じず、常用銀行との経営統合を選択している。2016年4月25日に、同年10月1日付で、足利ホールディングスが芽吹き、フィナンシャルグループに解消し、常用銀行株式1株に対し、持ち株会社株式1.170株を割り当てる。 株式交換により持ち株会社参加で、足利銀行と経営統合を実施することで、正式合意した。コンコルディアフィナンシャルグループ、福岡フィナンシャルグループに続く地銀第3位の銀行グループとなる見込みである。住友信託銀行による、中央三井トラストホールディングスの救済合併と、同じく、常用銀行は、自社より総資産が小さな、 持ち株会社側に組み入れられる。持ち株会社の本店は東京都中央区八重洲2丁目7番2号に移転するが、宇都宮、水戸にも本社機能を設置することでも合意した。2016年10月1日に株式交換により、常用銀行を完全子会社都市、芽吹き、フィナンシャルグループに称号を変更した。ありがとうございます。